確かに熟成にはまだまだ時間を要するかもしれない 4WD-GTR だが、トルクスプリットのロムデータがもっともっと集まればよりキメの細かい制御が可能となるはず。サーキットに 4WD-4WS のハイテクがどのように入り込んでいくのだろうか。理論から言えば絶対に速いというのがこの GTR を生み出したエンジニアの確信のはずだ。GTR の今日はここでテストしています。星野さんに2つの質問を必要にしたいと思います。まず第一に、長いレース経験の中でこれから四輪駆動の時代がこれで来るわけですけども、それについて感想をお願いします。そうですね、 今まで FF もね、あのチェリー、FR、スカイライン、まあ、両方乗ってますけど、まあ、どちらもいいところもあるし、まあ、物足りないところもあるわけですよね、はい、それによってその例えばパワーがね、あの四輪にね、あのかかって、ニュートラルで出れればね、はい、脱出できれば一番理想なわけですよね、そうですね、まあ、それ多少時間かかるにしてもね、はい、そういうものにチャレンジしていくってことはね、はい、あのこれから夢があるでしょ、だから僕はもうそういう意味でこれからはもう四駆の時代っていう方向でね、どんどんそうテスト開発でね、あの頑張りたいと思ってますけどね。それのまあ今日最初に雨の中で乗られたわけですけども、そうですね、印象はどうですか。あの四駆、まあ、想像してたよりね、あの例えば低速コーナーでね、二速で脱出の時、FR でリアの進行方向が踏みすぎればパワーオーバーになるし、その船あのなんていうの、寄り返しも来るわけですよね。それが意外と弱オーバー、弱オーバーが出口、その壁があるみたいで、踏みすぎてもね、あのそのエンジン回転とあの車速とトラクションとつながるっていうのはもう FR、FF じゃもう次元が到底追いつかない世界にあるっていうことを分かったわけですよね。でただ進入で今のセッティングの場合ですと、まだちょっと、まあ、タックインがあんまり強くてもいけないんだけど、ちょっとアクセルオフでアンダーステアがちょっと出るんで、それをもう少し抑えたら進入は今の FR と同じくらい進入できるわけで、できるのがニュートラから踏みすぎて弱オーバーくらいに脱出できれば、トラクションは四駆でさらにあの強力なわけですよね。ただもうあの FR、FF の時代じゃない四駆の時代が来ると思うんでね、今はもうそれ車に詰めるのがあのすごく楽しいね。じゃあ来シーズンはそれで展開。いやもう四駆でスカイラインで、グループ A のレースを、チャンピオン目指して荒らしたいっていうような気持ちですね。GTR シーンは復活って感じですかね。そうね、ただ一番心配して、まあ、僕はある程度小的な要素もあるからね、はい、あの弱アンダーとかニュートラルで出てきちゃうとユーザーがかわいそうでしょ。ね、弱オーバーで最終コーナーあたり、例えば SG 低速、中速、高速ね、はい、あの行けるフィーリングが今乗ってみてあったんでね、ああこれはユーザーも喜べるし、車も速くなるし、全て万々歳だとピースサインを送りたい感じになった。